はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。7月の12日火曜日でございまして、5時ですね。はい、今日は暑いんですけどね、暑いんですけど冷房入れてません。千代田区25度、この部屋 なぜか28度、なんでこの部屋の方が暑いねん、責任者出てこいってわしかみたいな今日一回やりましたけど、暑いわほんまに。千代田区25度でこの日は28度でしょ、ということは風が通ってないということですかね。風通すようにしてるんですけど、行きましょう。ちょっと待って、その前にドルウォン、1314ですね。今日は1316の手前まで行ってますね。うん、まあこの辺でうにゃうにゃという感じで、途中一回ちらっと出てきたんかなという感じですね、当局は。本題はですね、アメリカでございまして、私の大好きなアメリカの大統領選挙ですね。時事 .com にこんなのが出てます。今日の10時18分、次はバイデン氏以外 64% 24年大統領選の米市調査民主支持層ということでございました。ワシントン時事、短い記事ですんで読んでしまいましょうね。米ニューヨークタイムズ氏が11日公表した世論調査で、とちなみにニューヨークタイムズっていうのは、まあ、日本人大好きですね、アメリカのクオリティペーパーですけども、かなり偏ったあの左派系です。まあ分かりやすく言えば朝日新聞みたいなところですね。朝日新聞のもっと賢いのって感じですけど、むちゃくちゃ民主党支持のあれですね、ユダヤ系と言われてます、資本的には。でむちゃくちゃ民主党支持のリベラルな新聞でして、日本に辛いですね。むちゃくちゃ間違ったこといっぱい書いてますよ、日本についてはこのニューヨークタイムズ。だから私はあんまり信用しないんですけども、向こうの民主党の世論を代弁するには分かりやすい新聞かなというふうに気がします。米ニューヨークタイムズ氏が11日公表した世論調査で、2024年大統領選挙、大統領選候補にバイデン大統領以外を希望する民主党支持層の回答が 64% に上ったあ、すごいことですねこれ。しかしね、バイデン氏は再選出馬の意向を明言しているが、同州はバイデン氏に対する党内の疑念が危険水域に入ったと警鐘を鳴らす。それもええやん、もうじいさんもう次やめときというのが民主党、アメリカの民主党の支持層の大半の意見ということですね。特に若年層でバイデン離れの傾向が強く、30歳未満の民主党支持層ではバイデン氏以外が 94% のものだった。赤いな、それ。24年も出馬すべきだとした回答は民主党支持層全体で 26% にとどまった。多分このニュースね、バイデンさん本人も見てると思いますよ。どういう気分なんでしょうね、かなり気分悪いですね。同氏以外の候補を求める理由について尋ねたところ、年齢が 33% で最多となり、バイデン氏が79歳と高齢であることに対する懸念が目立った。他の理由として仕事ぶりが 32%、 あまり進歩的でないが 10% などとなっている。はい、最後ですね。一方、24年大統領選がバイデン氏とトランプ前大統領の再対決となった場合はどちらに投票するかという質問では、米国民全体の回答ですね、これは民主党支持に限りません、米国民全体の回答でバイデン氏が 44%、 トランプ氏が 41% を上回った。トランプ氏の 41% を上回った。まあまあでも44と41ですからね、なんか大して変わらんやんどっちか選べて言うたらしゃあないな、バイデンやなということですね。まあしかしやめてえなという感じですね。24年が大統領選挙でございまして、今からですね、2年半先と言うべきでしょうか、11月が本選挙の投票日でございます。それまでにですね、23年の終わりからですね、24年のどうでしょうね、
夏頃まで、今頃はもう決まってますけど6月頃までがですね予備選挙というのをやります。民主党共和党それぞれですね大統領候補誰ですんねんというのをですね党員の投票で決めるという、これでまあこう盛り上がっていくわけですね。一番最初がですね23年の年末にニューハンプシャー州とかなんかあの辺のマイナーな州で始まるんですよ。でそこからじっとですね党員集会とかなんとかこうやりながらですね最後3月か4月頃にスーパーチューズデーっていうのをやってですね、ほんで5月か6月頃に最後選出してわーっと盛り上がって決めるわけですね。で普通上ですね現役の大統領が1期目の場合2期目の候補になるのはもうこれは決まりでございます。今までそうでない状況を見た覚えは私はございません。昔ね日本がアメリカと戦争している頃のアメリカの大統領はフランクリン・デラのルーズベルトというおっさん、じいさんでございまして、日本嫌いなんですけど、こいつの頃はですね多選が認められておりまして、なんとデラのルーズベルト大統領はですね、4選しました。4選目のですねあれしますよ、あなたたちの子供を戦場には送りませんって言いながら当選をしたわけですね。デラの小児麻痺でして車椅子でした。そのフランクリン・デラのルーズベルトは4選したんですが、その後どこかでですね多選禁止になりまして2選までということになりました。ですんでもうどうでしょうね、その後のトルーマンもデラノを引き継いだんですけども、再選して終わりでしたよね。でその後その頃に2000になったんではないかと思います。だから今は2004年の8年というのが任期でございました。バイデンさんの場合はですねあと1回、できるわけですけども、今79歳です。ちょっとあんたはボケてるんちゃうかというような兆候がですね、見えます。で本人はですね2戦目もやるんやって言うたはるんですけども、もうええんちゃうの無理ちゃうのと。で通常この場合ですね副大統領が若々しくって元気な人であればですねもう副大統領に譲りやっていうことになるんですけど、現副大統領はカマラ・ハリスというですね、おばちゃんでございまして、ジャマイカ系やったかな、まあ、とりあえずなんかアフリカ系とジャマイカ系がよくわからない、なんかそっち白人ではないんですよ。綺麗なおばさんですけども、この人はカリフォルニア州ケンジかなんかのご出身なんですけども、大統領予備選にも出たはりました。でバイデンさんと争ったんですけども途中でおりました。でバイデンさんがなってですね副大統領に指名をしたわけです。アメリカの大統領選挙っていうのはですねこう大統領候補が決まりましたら副大統領候補を指名できるんですね。大統領候補がで自分とは全く違うタイプを指名するんです。例えば今回はバイデンさんであれば、バイデンさんは白人のカソリックで、まあまあエリートといえば、いやまあちょっとエリートバリバリのエリートじゃないですかね。で、で副大統領はじゃあですね女性、まあ男と女違いますよね。その次にちょっと若くて、確かまだカマラ・ハリス40代ちゃいましたっけ。でまあ宗教はどうか知りませんけども、で、マイナーですね、なんていうの少数派マイノリティそうですね、マイノリティから選んだということですね。それで幅広く票を取れるという組み合わせにしたわけですね。で期待を担って副大統領になったこのカマラ・ハリスというおばちゃんがですねポンコツでしたちょっとねアホなこといっぱい言いすぎてるようでして、あかんやんということになってます。ほんでもう民主党の人たちは頭を抱えてるわけですよ。って次どうすんのみたいな。ですんで来年の年末から始まりますけど、来年の秋頃からですね俺は出るでとかって言い始めるんですよ。みんな来年の今頃からですね俺は出るとかって言い始めるわけですね。で秋頃から運動は本格的に始まって、ということになります。で今回どうもですねバイデンさんが来年の今頃はまだ出るでって言うてると思うんですけど、ほんまにね第2期もやるつもりなのかどうか、ね、よう分かりません。
まあ、あの健康問題もあるでしょうしね、いつどうなるかわからんやんというところがありますけども、民主党の体制としてはもうちゃう人にしようなということになってるわけですね。であんまりいないんですよ、そのこれはっていう人がですね、いないんですね。いないから結局バイデンになったわけですよ、今回、前回は。だから頭抱えてるわけですよ。普通ならカマラハリスええやんってなるんですけど、あかん、あんなしゃあかんってなってるわけですね、今はね。で、かたや共和党の方はですね、トランプがわしが行くでって言ってるわけですね。で、共和党の方も実はですね、トランプ以外に有力な人があんまりいない。まだね、あの民主党より多少マシです。ルビオさんとかいるんですよ、確かね。多少はいるんですけど、それにしてもトランプに勝てるかなっていうことですね。トランプファン、熱狂的なのいますからね。日本にもすごいトランプファンいるでしょう。あのおもろいおっさんですけどね。でもあれもう一回やらすのはちょっとリスキーちゃうのと僕は思いますけど、まあということでございまして、バイデンさん足元の民主党でですね、ちっともですね支持を得られていないということでございまして、一応この時事.com のページは貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。